皆さん、自宅で映画や動画やゲームを楽しむとき、プロジェクターという選択肢があります。このプロジェクターは超小型で持ち運びが楽々、とにかく手軽に大画面鑑賞がしたい方に超おすすめなコスパ最強のプロジェクターです。この動画では使ってみての使用感やおすすめポイントなどを分かりやすくコンパクトにまとめております。最後までご覧ください。こちらオープン。トリセツ、真ん中あたりに日本語あります。リモコン、電源コード、HDMI 端子、こちらロゴ、背面は滑り止めタイプ、本体ここの上はフォーカスリング、こういう感じでカクカクと動かせます。三脚ネジが付いてませんので、何かしらの平面な床が必要となっております。スペックを見ていきます。輝度120ルーメン、投射距離100から330センチ、解像度は 1280×720p。 排気口がありまして、電源コード、USB、オーディオポート、HDMI、電源ボタン。こちらの端子が付いていますので、お持ちのノートパソコン、USB メモリ、デジカメなどに対応しております。本体はコンパクトな手のひらサイズ、とてもシンプルにできていて、逆にそれがかっこいい。重量はわずか 910g。こちら、カバンに入れて持ち運べば、屋内、野外、好きな場所で大画面、プロジェクター投影が楽しめます。Android 型プロジェクター。本体には8000以上のアプリが搭載。最初から YouTube、プライムビデオ、ディズニープラスなどすぐに視聴ができます。こちらは LED を使った均一な照明技術によって明るくシャープな光影が楽しめます。正直日中だとあまり使えませんが、真っ暗な夜だと映像をくっきり映すことができます。最小が40インチ、最大130インチの大画面を楽しむことができます。で、今このサイズどれくらいかと言いますと、163インチの画面でございます。そしてプロジェクターといえば音、こちらは 25dB、 実際はこんな感じ。はい、こちらこれくらい距離が開いております。自動台形補正、台形補正、はい、こちらは自動と振動ができます。横向きでも斜め向きでも画面が傾いていてもしっかりと自動調整してくれます。ただピントフォーカスに関しては手動ですのでご注意ください。ちょっと気になったのが本体なんですけども、レンズですね、丸出しなので取り扱いにはご注意ください。その他の機能、本体 2.4G と 5G のネットワークに対応しております。ということは、お持ちのネットワーク環境があればできることが増えます。例えばネットワークを通じてこのプロジェクターに映像や画像なんかを送ることができます。またスマホ画面のミラーリング機能、こうやると同じ画面がこうなります。で、一緒の画面が出ております。また Bluetooth 5.2 に対応、スピーカーも内蔵されております。ただあまり音は良くないので、いや、高口に当たる部分は柔らかく、お持ちの Bluetooth スピーカーや Bluetooth イヤホンを下げることができます。いかがだったでしょうか。超小型で持ち運びが楽々、台形補正もついてまして、コスパよく手軽に大画面で楽しみたい方におすすめなプロジェクターとなっております。初めてプロジェクターを買う人、とてもおすすめです。興味のある方はぜひ概要欄までレッツゴー。